犬器出店の例犬器前犬器後犬器出店は、閉店した店舗の建物を利用して出店すること。競技的には、主として、同業種の閉店したちに、その旧店舗の内外装設備類をそのまま利用して出店することを指す場合もある。このような状態の物件を犬器物件という。これに対して、旧店舗の内装や設備類などを撤去し、 建物のみとした状態の物件をスケルトンと呼ぶこともある。タイなどの東南アジアでもスケルトンの故障が急速に普及してきている。犬器出店は飲食店や小売業、ホテル、工場、境界道など用いられ、新規に出店する場合と比べ、旧テナントの空調、電気、厨房設備などを流用することで、初期投資を抑え、低コストで開業できるメリットがある。 また撤退する側にとっても、その店舗が賃貸物件であった場合、内装などを借りる前の状態に戻す、現状回復のコストを節約できる。残された内装が新店舗のイメージに合わない場合に、手を加える必要があることや、設備が劣化していることを考慮する必要があるが、重機、備品ごと流用し看板を変えただけの状態で、使用することもある。上記以外では、 公営競技の発売施設が運営主体を変えて従前の設備をほぼそのまま流用し発売システムや内装などを一部変更して再オープンする場合や経営不振に陥った旅館設備を活用し人件費や料理コストを抑え低価格化を図って開業するといった場合もある一方デメリットとしては店内外のレイアウトなどに制限が生じることまた 過去に営業していた店の悪いイメージを引き継いでしまうことなどがある。ありがとうございます。